で今右翼の人たちはまだ 4,5 台の大きな車を、緑地帯と呼ばれるあちらのところに止めていて、まあ、警察車両に囲まれていました。で最初は一番向こうのテントから始まって、でここでこのお見合いになって警察に押されてこちらに押されていくんですけど、まあ、その後結局、まあ、確保されてるわけでもないのでフリーダムな人たちがまたここをわさって掴んで破壊に入ってるのを、今日は反対派の人たちが座り込みをしていることは力ずくでも排除するし、腕を掴んで何人がかりで運んでいく、それはただ座ってるだけの人をそうやって排除するけどとか、あと実は昨日その右翼の人たちがこのテントに座って輪郭してたんですよね。でその人たちを止めないでというか座ったままにしておいて、反対の人たちが入れないように警察がこうブロックしたんですね。だから誰を守ってんのかと。でそしてあと機動隊が出てきたのが、つまりずっとここに機動隊の車両止まってるんでいるんですよね、中にね。で出てきたの1時半ですよ、もうことが終わって。ということは機動隊はずっと中から見てたということですよね。それからその1時半ぐらいっていうのは何があったかというと、まあ、右翼の人たちがどんどんこう警察に押しやられていて、この辺りに来た時に、まあ、ここで、まあ、その彼らがどかないということがあったので、そこに、機動隊車両が1台来てっていうのが来たのが1時半ですよ。襲撃されたの11時で、夕方の6時ぐらいからずっと挑発をされて、もう来ることが分かっていることをこちらから通報何回もしたのに、11時から襲撃があって、で12時ぐらいまでにはもうだいぶぶっ壊されて、その時にから警察がの車両が 2,3 台来たりとかしてたんですね、パトカー、普通の通常のパトカーね。なので、まあ、これ推測というか、まあ、大体の、まあ、内容としては、つまりこのゲートの中にいる機動隊の人たちは警察としての機能じゃなくて、この基地建設に関することだけ、国の事業に関しての指示が来た時だけ動くような形に配置されてるんでしょうね。でここで起きるようなその右翼とこの反対の人たちの小競り合いみたいな扱いで、まあ喧嘩みたいな扱いなんですかね、名護書を読んで、私たちが通報して名護書を読んでやっと来るぐらいですからね。でしかもその11時から1時半まで2時間半機動隊は分かってても一人たりともここに出てくることもないし、私が引き倒されて怪我してた時もカメラ撮ってましたからね、警察の人たち、ビデオをね。で私はあなたたち警察でしょって、なんでビデオ撮ってないで助けてくれないのって言ったんですけど、誰も出てきませんでした。でしばらくしたらそこら辺にいた警察官が流れで来て助けてくれましたが、助けてくれたというか、まあ、割って入ったという感じでしたけど、まあ、そういうことがありました。今日は9月の20日は、ひろじさんの、退院して、このゲート前に復帰してくる日ということで、みんなで今日はプログラムを組んで待ってました。だからそれを狙ったのかもわからないんですけど、それとあとタミナトのおじいって、もう80余るおじいが、80余るって言ったらダメですね、10日だから88歳米中のお祝いをみんなでやろうということで用意していたんですけど、それもままならずのようにされたんでしょうかね。昨日の夜は全然いなかったのに、この時間からはたくさんいるんですよね。でも、まあ、夜1時過ぎぐらいからは、まあ、その調査というか捜査というか
まあ、現場検証も含めてですけど、まあ、40人ぐらいの警察官、警察官というか捜査員ですね、あの作業着みたいな、あの薄いブルーみたいなのをつけた方々が来て、まあ、捜査が始まっていました。で今も引き続き、まあ、捜査が続いているということで、まあ、目撃した人たちをから揚げの聞き取りとか、まあ、現場の状況を昨日のうちには見ていました。すいません、ありがとうございました。これで当たってると思います。ありがとう。